はい、今日の一品です。今日はとろろ昆布をボウルに移して細かく裂いていきます。ふわふわな感じにしておきましょう。はい、ここでラップにご飯を乗せて、梅干しですね、これでおにぎりを作っていきます。はい、三角になったらこの熱いうちにこのとろろの上にコロリンと、そしてとろろをまぶしていきます。あとはパリパリに炙った焼き海苔の上にのせて、挟むだけ、のり梅とろろ握り、お弁当にどうぞ。